オリウェーラ、またはオリオーラは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピオ。公式名はスペイン語のオリウェーラ。ベガがハデルセグラ地方の中心地である。市内をセグラ川が流れる。ローマ時代の地名はアウラリオラであった。一説では、ギリシャ人が都市を作ったと信じられており、ここにはイベリア人が数多く定住し、 カルタゴのハミルカルバルカによって都市は大きくなったと言われているが、最古の地名は、ローマ帝国に与えられたものである。この名称は、西元王国時代にも維持され、アウラリオラという名は都市のみならず周囲の軍の名前にもなり、アウラリオラ知事は、コメスシュウィタティスアウラリオラムと称した。別の歴史文書によると、都市はオルセリスとも呼ばれたという。ムーア人に征服された後、 都市の名はアラビア語名のウリウラとなった。キリスト教徒によるレコンキスタ後、この地に再植民したカタルーニャ人によってカタルーニャ語化されオリオラとなり、これをカスティーリャ語化してオリオエラとなった。その時からカタルーニャ語とカスティーリャ語の名称がどちらも側でも使用された。しかしオリウエラはカスティーリャ語地域にあるため自治体公式名は カスティーリャ語名のオリウエラである。中世のオリウエラ現在のオリウエラの基礎は、ローマ属州カルタギネンシスの一部である都市オルセリスの時代に出来上がった。彼らはラテン語やラテン文明、農耕を導入した。ユスティニアヌステー代、東ローマ帝国がアウラリオラ周辺を征服した。625年、スンティラ王子配下の西ゴート王国が、 ヒスパニアにあった東ローマ帝国領を占領した。都市はアウラリオラ州の中心地となり、州名と同じアウラリオラと呼ばれた。713年4月、西豪都貴族であるテウディミル博が、かつてのローマ。825年、テウディミル王国は、ウマイヤ朝に従属する独立王国となり、首都はアウラリオラからブルシアへ移った。九百十年、テウディミル王国は、 コルドバ大使国のものとなった。1053年から1212年まで、ウリウーラは、大ァのバレンシア王国と、ムルシア王国の間で領有が争われた。13世紀半ば、カスティーリャ王子アルフォンソがオリウエラを征服した。後、アラゴン王ハイメ二世がオリウエラを、ムルシア王国全土と同時に征服した。1296年、オリウエラは、 アラゴンの構成王国バレンシア王国の一部となった。1437年、オリウエラはアリカンテ県発の都市に昇格した。スペイン継承戦争終結後、フェリペ・ゴセイはバレンシア王国の首都を一時的にバレンシアからオリウエラへ移した。第一次カルリスタ戦争では、オリウエラはカルリスタ派が強い影響力を持っていた。オリウエラでは農業が盛んで、レモン、 オレンジ、アーモンド、オリーブ、ヤシ、ザクロ、麺、朝、野菜が栽培される。絹、羊毛、食品製造も重要な産業である。ありがとうございます。